南満田仏、南満田仏。極悪人獣の主張は他の方便さらになし、人へに未来を称してぞ。浄土に埋まると述べたも者。南満田仏、南満田仏。今日は高僧和山第97首、原神山第10首についてお話をさせていただきます。え今日のご和山が原神山の高僧和山におけるえ原神箇所の 炭治郎五和んの最後ということになりますんでまあこれ決算ということになりますよね結びの、えー、ご三段ということになります。で、えー、そしてまた「唯観千寿」んんっていうところの四つある五和、えー、ん、ただ唯ですね千寿、えー、を進むので唯観千寿ということだけれども その五和さんの結びということでもありで、全体の結びでもあるような、そういう五和さんであるということです。で従いまして、この五和さんの位置づけみたいなものを、高木和尚はこうおっしゃっています。将、えー、来、千十年仏を挙げたるゆえ、最後にその利益の優れたることを述べて、えー、欠陥せらるると。 血管いうのは、えー、進めを結ばれるということです。で、将来千十年物を挙げたるゆえ。だから、えー、こ良い感染症という四つの五和さんね。これを含めて。えー、九十六、九十五、九十四。ね、九十四から九十七までが。えー、良い感染症って言われてる五和さんだけれども。えー、その。お、こ良い感染症、千住を進める五和さんの。 えー、中で、えー、このお結びとして、えー、その利益の優れたることその素晴らしさがどれほど素晴らしいものであるかということを述べて結びにされているとでらにですは、えー、この三はるかに神,神の念仏一門開きてぞ直線末代教えけるうつまり元空さんの第二集ですね、えー、その三と に第2週の3に「昭をする」とあります。昭というのは受けるということです。承諾するの称「昭」やから受ける受け賜るという字で受け応ずる。だから昭をするということですね。これ第2宗これつぶさに読みますとですね「原本史元空年頃に一大仏教のその中に 念仏一文開きてぞ熟末大教えけるあるいは国宝本ですと「序生末代進めける」というねこの五和さんと対応してますよということです。まあなんていうかなこの第1週目はこう原神大師原神葛生という方の歴史的なご生涯の 三段とということですから人間としての原神歌唱の、えー、ご功績を述べられたものでこの二首目からが往生論中の教えの内容原神歌唱がどんなふうなことを教えてくださったのかということについてはこれ第二首目から始まってそしてこの第十0首目で結ばれるわけですから、えー、ここに第二首目と対応してこの第十0首目があるんだと。 で一大仏教のその中に「念仏一門開きてぞ俗世末代教えける」ということですね。えー、これ濁、えー、りのようなそして末法のようにあるようなものには念仏一門ただ一つの訪問ですよ救われていく道はこれだけですよということを教えてくださったのがと、ね、そんなふうに算述されているのが第二種目です。で これについてこれを受けて「極悪人獣の主情は」先ほどの2種目やったら「時代の濁り」というのをテーマにしているけれどもここでは「極悪人獣の主情は」といって人間の姿その性質本質を明らかにしているでそういうものにとっては他の方便さらになし他の方便さらになし。 人へに御霊を称してぞここだから念仏市も開きてぞに対応しますね。で、えー、浄土に埋まると述べたもという,う、ねえー、そういう,う,、えー、こうごあさんとこれは見事に、えー、こう称をしているんだということを教えてくださいます。えー、そんなことやっぱ教えてもらうんだとさっぱり分かりませんからあそうやなと思うね、えー、なるほどなと思わせていただいております。 でそんな形でこう全体を算段されるのかなあのこう全体のおお総括の五和算という位置づけがありましょう、ね、そういう位置づけの五和算であるということを確認してそれからこの五和算の対位ですね一種四行ということだけれども一種四行で五和算やけどこれ一行で言うたらどういうことになるのかということですがこれ。 今日の5話さんの「大意」は「極悪人獣の主張は念仏のほか浄土に生まれる道なきことを示す」というのがこれが今日の5話さんの「大意」ですよということです。そういったことを確認した上で えー、この一種四行全体の意味を確認してまい、えー、りましょう極悪人獣の主情は他の方便さらになし一とえに御霊を称してぞ浄土に埋まると述べたもの原神歌唱は極めて深く重い罪悪を抱えている者が救われるには 他の手立ては何一つないただ一筋に阿弥陀仏の名号を唱えることで浄土に生まれることができる「鍵括弧閉じる」と言われていると。えー、従いまして極悪人獣の主張は鍵括弧始まり 極めて深く重い罪悪を抱えているものが、えー、他の方便さらになし救われるには他の手立ては何一つない一重に御霊を称してぞただ一筋に阿弥陀仏の名号を唱えることで 浄土に埋まると述べたも浄土に生まれることができる鍵か,かっこ閉じると言われていると。ね、ちょっと今原神歌唱は読みませんでしたけど、えー、現代語訳の原神歌唱は鍵か,かっこ始まるところと鍵か,かっこ閉じるとの後の言われているというところが述べたもになりましょうか。うん、でもう一回現代語訳読み,読みますよ。 原神歌唱は陰括弧始まり極めて深く重い罪悪を抱えている者が救われるには他の手立ては何一つないただ一筋に阿弥陀仏の名号を唱えることで浄土に生まれることができると言われている陰括弧閉じると言われているとこういう、えー、訳であります。 ああこんなふうなことが説かれているんだなと。で、えー、続きまして。な、こう四行、一つ一つ一行一行に立ち返って、えー、この意味を確認してまいりましょう。難しいことはいろいろ書いてあります。えー、一行目です、えー。極悪人獣の主生は。で、この極悪人獣っていうのは。えー、北本涅槃行を急に。 えー、摂政中東邪モ、えー語の四重金及び五逆罪を犯せる極重悪を名づくるとありすなわちかかる重罪を犯せる者が、えー、極悪人獣の衆生をということですね。で、えー、まあ北本す,す,すなわちあのドン無心という人の約束は えこう涅槃行ということですからまあ「親内商人」を使うてはったテキストということになりますね。で昨日ですねそうなんかなと思って一応確認しましてどんな記述であったのかということを見ましたしそれからその四重金というねそれ、えー、から五脚剤。 まあちょっと確認してまいりましょう。えー、まずですね、えー、これ、えー、どんなこと書いてあるかって,言って言ったら四重、えー、金並びにゴム剣を犯すを極、えー、重悪と名付くというふうに、えー、これ大発値半行そのものには書いてあるわけです。ね えー、本四十金牛五無犬名、えー、極十、えー、悪というねこういうふうに書いてあります。えっとですね、えー、これは大正造強の十二巻の416ページに書いてあると。だから この四重金って何よって言ってたらこれは出家者鼻屈に対して次の四箇条が禁止されているというのがこれ四重金四重金ですよ一番陰異性同性との性交渉あるいは重感を行うこととえまあまあ獣と性行為をするということも含めて ここのとということです、ね、それから「唐」与えられていないものを自分のものとすること、ねえー、こう制御されてないものを自分のものにしちゃうことが盗むということですよそして「殺人」故、え、意、ー、に人を殺すあるいは他人に殺させること故意、ね、じゃなかったらこれまあ仏教いうのはこれね えこうなんていうかな遺言を大事にしますんで故意でない場合は殺人にならんのです例えば自殺しよう思ってね高いところから飛び降りましてねでそこに下に人がいはったんでその,えその人当たってもたとそゃその当たられた方がクッションになって自殺しようもた坊さんは助かったわけですでその時に <laughs>「どうなったか」って言うと言ったらこの人別にその人 殺そう思ってやったわけじゃなくて自分自殺しよう思ったんやすよね <laughs> それで、えー、こう下に落ちた人がたまさかそこの,その落ちたところの下に誰かがいはってでその人が身代わりになって死んでくれたわけだけれどもその人坊さんは助かったわけだけれどもこれはわざとやってるわけじゃないから殺人じゃないよねっていうことでそ,のそれについては無罪ということになったわけです。で自殺いいうもものについても えこう仏教教団では悪いそういう罪とはされていないので,で、まあまあ、言うたら結局無罪になったわけですね、えー、つまり故意に人を殺すことが殺人ですよと。で次に「大盲語」「実際には違うにもかかわらず私は悟りを開いた」と自称すること。 ただし錯乱状態や未熟ゆえに自信過剰なものは除くいうて書いてありますんで故意にですね、えー、こう悟ってないのにね俺は悟り開いたんやいうようなものがこれ大盲語ということになりますんでこういった連中はこれ教団から追放されるというような払いいになるのかな、えー、<laughs> そういったことでこれは坊さんに対する 禁止事項ですよね、えー、でそれから「ゴ無見合」っていうのはいわゆる御虐罪のことやからこっちの方はまあ「あの症状」っていわれる、えー、こう言ったら部派仏教における御虐罪の方がよく知られていますんで、まあ、こちらはさらっといきまして、えー、これ一つでも犯せばあ無見地獄に落ちるとされる、えー、よくおなじみの「節部」えー「父を殺す節も母を殺すこと」 説・悟りを開いた少女を殺すこと水仏神血・生身の仏陀の血より身より血を流すことハはバー合奏教団を破壊することです。これはおなじみやと思いますね。であまり知られていないんですけど大乗の語逆っていうのは唐ストゥーパー仏唐や お寺を破壊し、胸像を焼いて、参謀の財宝を盗むこと。それからあ2番目、正門円楽、大乗の教えをそしることやから、僕らも、あの症状やんけやとか言っ,て言ったらあかんいうことですあの。自分たちと違う宗派、宗師やものの考え方、部派仏教とか言ってね、そうう批判的なことを言うちゃダメやいうことです。えー 大乗の教えをそしること,というのは大乗の語訳やからこれもちろんあかんのやろうけども部、えー、派仏教いわゆる「症状というふうに貶としめられるようなそういう言い方そのものもいかんし、えー、そううこう部派仏教のことをけなしちゃいけないと。で3番出家者の修行を妨げあるいは殺すこと邪魔してもあかんや。だからあ が4番にあたるところが今言った「症状」って言われるものの語逆ということですね「節物節母」から始まるやつね。5番「因果の道理を信ぜずあの,十の不全の行をする」「十不全号ですね。えー、こう殺人から、ねえー、始まるということですけれども「えー、十全合同」の反対です。 まあこれ全部しゃべってたいかんので十全合同十不全合同言ってこれまた調べたものたいと思いますね、えー。そういったことであります。ね、で、えー、要はですね四重金は坊さんのやったらあかんことで、えー、重い罪で,で、えー、そのお誤逆っていうのはこれまあ,あまあ出家にも通ずるんだろうけれども。 やっぱり、えー、これはどちらかというと、えー、誤解を保って人間に生まれるということですからこれ罪刑も含めてとていうことになりましょうね。えー、まあだからあ無理に分けるとするならばあ出家と罪刑のや最も重い罪を犯しているものがこれがですね、えー、この極,、えー、極悪人獣の衆生をっていうことになりましょう。 ね、これ「罪悪人獣煩悩主情」の「史のとかあるいはこうそうですね「こう極悪人獣罪悪人獣そういったことをよく言われるわけだけれども浄土真宗でもよく言われるわけやからちょっと時間かけて中いうかだいぶ時間かけて説明しましたけれどもまあ、えーこう「極悪人獣っていうのはこういう意味のものなんだっていうことですね。 それからですね、他の方弁さらになしいうところですけど、これが、えー、2行目ですね。これが、他に助けるべき道なきこと。で、ご宗公和さんに、世の善、世の武智菩薩の方弁にては、生じで、えー、生じでえぇ、いで出たき、出たしとなりか。ごめんなさい。 世の前世の仏菩薩の方便にては生じ入れ方しとなりとあると、ねえー、ここ国宝本もうテキストのことも言うてしまいましょうこれ、えー、今日のところは国宝本とお文明本でテキストに移動はございませんで他の方便さらになしという二行目のところに誤作がございますこれを読みますと 世の禅世の仏菩薩の方便日程は生じ稲形となりという誤作がございます。はいだからこれですね、はいえー、まさにここがこの国宝本の菩作に出てくるわけであります。で次がですね「一、え、恵、ー、に御堂を称し,してぞ」3行目ですね。 これがただ一向に本願を信じ念仏を唱えることということですねだから千寿ということですよねだから唯冠千寿っていう,う4つの五和三のうちの結びやからこの一重に見倒しをするということはただあ一向に本願を信じ念仏を唱える千寿ということですよねということですで えー、続きましてですね今日のところの出庫出典、えー、これどういうところを天候にしてこの五和さんが作られているかっていうことですここを読んでいきますと「往生要衆下本に曰く極重の悪人は他の方便なしただ念仏を称して極楽に生ずることをう」。 極獣の悪人は他の方便なし、ただ念仏を称して極楽に称ずることをうと、えー。ただし、御神筆本にはただ御霊を称してとあり。したがって、御用集ではただ念仏を称してというふうに書いてあるが、これはここの御和山では、えー この5話さんでは「ひとえにミだを称してぞ」となっておりますから、えー、そして「宗祖の本殿行文類」の引用もまた「ミ、えー、だをただミだを称してひとえにミだを称して」してっていうふうに、えー、なっていまして、えー、ただ念仏を称するじゃなくってミ、えー、だを称するっていうふうになってるわけです。 でえこれどういうことなんかなと思ったんですけれどもどうして念仏やなくて未だになってるんかな言ってえこれ高木和尚はえこ,この御門「極重な悪人は他の方便なしただ念仏を称して極楽に生ずることを打っていくことがの宗派を超えて浄土教という一つの枠組みを超えてですね え非常に多くの、ね、ところに用いられて、えー、いますよということをいろいろ書いてくださって、えー、いるんですけれども、えー、まあそれはまた後で時間があったらご紹介しますけれどもまあどうしてその違いが出てくるかただ念仏を称してっていうのとおこう「御霊を称して」っていうのとこれどこにその。 違いが出てくるんでしょうねということになりますとこれはですねやっぱ法然上人のところからだと思いますね。ねえー、法然上人のところからであります。ねえー、これどっから出てくるか言うて、えー、言うていきますよ。えー、黒谷上人ご登録の2と3ですわ。2が、えー、官業の注釈のとこです。 えー、そして3が阿弥陀教の忠釈のところでここ二箇所に、えー、こう,う読んでいきます。また、シシのにくね、えしんの釈にいわくこれ、えー、ご登録の2ですわ。また、えしんの釈に曰く、極重悪人,、えー、他,の方方重悪人他の方便なし。 えー、ただ、御霊を称して、えー、極楽に称ずるをう、まあ、漢文そのままで読みますとえ信釈伐極重悪人無多方便唯意を御霊徳書を極楽とえこういったもんがあって。 これがこのまま行間行問度に引かれるということですね。えー、そして、えー、ここだったら人よに御来を称してぞということのもとになっているわけです。これもだいぶしゃべっていますので「ご登録」「看護登録」の「三」のところとか「 あるいは、えー、周囲、えーごとあのえー、ご登録のとこなんかは、えー、これちょっと今も読んどったらあ時間かかりすぎますので、これはあやめときますけれども、まあ、テキストに貼っておきますんで見てください。ねえー、そんな形で、これ、えー、ご登録のところで、これ、えー、みだあというふうに、えー、ゆいみだしょう。 ただ御堂を称してっていうふうにこうなっておりますので、えー、これ、えー、法然上人トラディションというかね法然上人のお書物によって、えー、元々の往生要素があったらただ念仏を称してって言ってなってるところを法然上人に基づきまして。 えー、御田を称するるいいうふうふにに、えー、変えておいでなる、えー、法然上人によっておいでになるということであります一応原点版であの,の七祖編見てみましたけども往生要求のここに行為はありませんから、えー、これは法然上人の伝統に従って、えー、法然上人によって えー、本来はただ念仏を称してっていうところを法然上人によらはって、えー、ただ御堂を称してあるいはひ人へに御堂を称してっていうふうに読んでおいでになるということがまあわかるかと思いますね、えー。そういったことであります。で まあそういったことであるわけですけれどもれ法然上人のご指南によって「人、えー、徒へに御礼を称して」って読ん,んでおいでになるということですがまあそういうことお正信玄では仏になっていますからこれはやっぱり、えー、こう「極獣悪人由衣相仏蔵薬罪」って、ね、いうて出てきますんで。 国中悪人由生仏が、薬剤、非接取中煩悩証言水風大魂無犬常障が、ってね出てきますからね、えー、でもあ,あれは7行で、ね、7字で1行を作っていくからあそこ仏にしてはるんかなとも思いますけどまあまあ、えー、そういったあのお正し,しげもこう、えー、比べて考えてくださったらいいかなと思います。ね えー、続きましてですね、えー、北塚和尚の指品を仰いでいくことにいたしましょう。えー、現代語訳です「かっこ始まり極めて、えー、罪悪の深く重い人々には、えー、他力より他に救いの手立てはないひとえに阿弥陀如来の皆を唱えてこそ浄土に生まれるのであるかっこ閉じると述べられた」と。 耕、えー、読のところを続けて読ませていただきます。「往生要衆」に「官業には極重の悪人他の方便なし」「<coughs> ただ御だをお称して極楽に称ずることをう」と。 えー、これ、えー、注釈版を取ってはるんで注釈版の行文類のところの陰文から引いてはりますので注釈版の184ページに寄ってはるんで、えー、ここはただ御来を称してっていうふうになっているわけですけ,どですけれどもの、えー、のものはただ念仏を称してってということになってるんですまあ、えー、せやけど皆さん注釈版を用いてはるのでだから。 ただ御堂を称して極楽に称ずることをという行文類の文を出してくださっております。ねえー、そんなふうに往生要旨に、えー、このような文があります。えー、今の御和んはこの文をよりどころとしたものでありましょう。原、えー、神大師は往生要旨の序にヨがごとき元炉のものと記されました。 大師ご自身極悪人常の主情であるとの思いから頑固で愚かな私であると言われ念仏を唱えるより他にお浄土に生まれる道はないものとお考えになられたのです。ねえー、そうですだからその念仏を唱える歌ってここはどうしても、えー、ただ仏さんの念仏を唱えるんじゃなくて三田の ミダ、えー、を称するのでなかったらあかんわけですね他の仏菩薩ではあかんのやからね、えー、こう他の方便のところでこう他の仏菩薩やったらあかんのやって書いてあるわけやからだからどうあってもここはひとえにミダを称賛なんわけですねでそのミダを称する何万唾仏他の念仏じゃなくて何万唾仏を唱えるより他に おお浄土にに生ままれれる道はなないもののとお考えになられたのであります、ねえー、ちょっと私のあれが入りましたけど続きまして「高田派千住寺造国宝本における他の方便の箇所の作には世の善世の仏菩薩の方便にては生じ出形たしとなり」と記されています。 阿弥陀如来の方便は善行方便と呼ばれるものであり他力エコーで私たちを浄土に往生させてくださることをもって名付けられたのです。したがって他の仏や菩薩の方便はそのような優れたものではありません。 例えば妙法蓮華経によると観音菩薩が33通りの姿に変わって主情を導くとありまた主情が救われるには観音菩薩の皆を一心不乱に唱えることが必要であるとされます加えてもし口に菩薩の名を唱えるならば 火難火の難水難水の難などから逃れることができ心に菩薩を念じるならば三徳の煩悩が離れられるというのですまたもし礼拝を行うならば福徳知恵ある男子や主徳愛嬌のある女子を生むことができるとまで説かれています。 まさにいわゆる原税利益の宝庫の,よ宝庫のような菩薩のお力です。ただしこれら全てが権家の方便なのであって一心不乱に唱えることなど煩悩まみれの私たちには不可能なことであるのは改めて言うまでもありません。 しかしそれでも無理を承知で経典に説かれているのは全く仏法を聞こうとしない主生が大勢いるからです。私たちの多くは目の前にある苦しみから逃れる道があると聞けばどのようなものにでもすがっていこうとします。そのような愚かなもののために権家方便があるのです。しかしそれは捨て去られるべきものです。 真実の方便である本願他力の念仏へとやがては導かれるということをもって仮に作られたものなのです。親鸞上人も観音菩薩を阿弥陀如来の化身と仰いでおられますがそれは菩薩が現在のご利益を下さるからではなく如来の本願に合わせて下さるからであります。 えー、いつも何て言うかなまたこう違った角度からあーこうご三段下さってる、ねえー、それが北川城の中、えーこうま、から非常に深く学ばせてもらえるんかな広い尺度から広い目で、えー、こうご三段下さってるので非常にこう多く学ばせていただきますね。ですいませんこれで一応ごあさんそのものはこのでお話し終わるんだけどもうちょっとだけ。 えー「以上原神大師」って言ってここで、えー、決字結びが示されてるわけだけども、えー、これ、えー、文明本では「<coughs> 以上原神大師」そして国宝本では「以上原神箇所」であるとそして原神箇所のところに国宝本ではこのように誤作があります。えー、両言音のうちに エシンインのソウズのオンナナリエシンインは音坊、えー、のななり」という、えー、こういう誤作があございます。ねえー、これもね、えー、Facebook とそれからあー YouTube のテキストのところに貼っておきますので。 こういう誤作があるのは他になかったと思いますけれどもこれまではなかったと思いますけれどもそういう注意すべき誤作がございあの決議のところに注意すべき誤作がございますのでこれを申し上げて今日のお話を終わらせていただきます。